いきなり変ですよ。いきなり高橋さんの顔写真と河村市長の顔写真がここに横についてて、どこどこ愛知県の リコールしますみたいな書いて、でもうすごいもうななもう100人近くの人間が黙々と作業してて、もう行った瞬間もうおかしいなと思いました。今日 FNN の取材にこう証言したのは、福岡県久留米市に住む契約社員の男性。男性は大村知事のリコール運動をめぐり、署名簿に愛知県民の名前や住所を書き写すアルバイトをしていたといいます。大村知事リコール署名ちゃんとやってくれちゃうよ。一昨年の愛知トリエンナーレをきっかけに、高須クリニックの高須克也院長が主導、河村市長も支援した大村知事のリコール運動。去年8月から2ヶ月で43万5千余りの署名が集まったとして、高須院長側は署名簿を提出。しかし、その後県の選挙管理委員会の調査で 83% に当たる36万2千人分の署名が無効と判断されていました。大規模に何者かが署名を偽造した疑いもあり、県選管は昨日地方自治法違反などの疑いで刑事告発したほか、自分の名前が勝手に使われたとして弥富市や碧南市の市議らが刑事告訴などをしていました。アルバイトで名簿を書き写したと証言する男性。でかい、なんていうかな、大ホールみたいなのがあって、折りたたみ式の机みたいなのがあるんですね。それがガーって並んでて、で、もうそこで黙々と、こういう名簿束がどさっと置いてあって、で、転記するような、名簿があって、で、そこにもう名簿を見ながら書き写すようにって、そういう指示がありましたね。見た瞬間、もう、これはおかしいなというか、赤とも絶対問題になるだろうなって、そういう認識はありましたね。はい。男性によると、去年10月下旬、人材紹介会社からの案内で時給950円で書き写しの作業に参加。指示を受けて訪れた佐賀市内の貸会議室には100人近くが集められ、黙々と名簿を書き写す作業をしていたといいます。書くところが確か10箇所ぐらいあるんですよね。ただなぜか指示がですね、7人までにしてくれ、8人までにしてくれとかって、その10人こう埋まってたのなんか怪しいと思われるでしょうね。大規模な署名の偽造、何者かが署名の偽造を指示し資金を出したのでしょうか。いや、まさかですよね。はい。あってはならないことだと思います。やっぱりね、こういうのをお金で買うというかね、そういう任意で選ばれた市長をね、こういう操作で お金を使ったね、こういう不正操作で退職させるみたいな、そういうのは良くないことだと思いますね。はい。リコール署名をめぐり、組織的な不正が疑われる事態に大村知事は、今回のこの活動を主導された首謀者である河村氏、高須氏、田中氏においては真実を解明をし、開示し、説明をしていく、そういう責務があると。大村知事に名指しで説明責任を果たすよう求められた河村市長は、関わりは一切なかったということ。俺は本当にね、よう言っときますけど、これ別に風増しする必要も全然ないし、そんな馬鹿げたことやって犯罪だぐらい知ってますから。私もリコール活動を主導した高須委員長も不正への関与を否定。一体誰が署名の偽造を指示したのでしょうか。愛知県警が告発を受け捜査を始めています。